第2回万引きスポーツテスト。MC の令和北南光斗です。よろしくお願いします。でしょうね、でしょうねってなってMC、この企画はですね、漫才劇場の運動神経ナンバーワンは誰なのかを決める企画の第2弾となっております。前回はですね、キャズミが優勝しました。若さで今回はこちらのメンバーに参加していただきます。まずはフードルみなちゃん、すごいシャトルランが得意なんで、今日はシャトルランで稼ぎたいと思います。シャトルランないです。わかりました。サッカー部を履いてたんですけど、はい、1回も試合出ずに終わりました。悲しい。はい、はい、でもピッチでずっとリフティングしてて、リフティングがすごくわかります。はい、全力でもちろん行きます。頑張ってください。出してください。さあ、続いて吉田たちのゆうやさん、お願いします。ね、サッカーは小1から高3までやってて、はい、キャプテンか副キャプテンしかやったことがないです。うわ、すごい人望のタイプですね。でもあと、マイケル・ジャクソンが好き。ダンスとかもダンスとかムーンウォークはあるやんね。ないですよ、反復ムーンウォーク。何反復ムーンウォーク。でも運動神経はいいもんね。よくはないんですけど、はい、メラちゃんよりか動けるかなと思うね。同い年ですからね。あ、そうなんや。顔は全く一緒ですもんね。さあ、そして、はい、ジャムバット新名です。デブですけど、動けるデブです、はい、そうか。サッカー小学校でずっとやってまして、はい、で小学校の時に全国大会の決勝を見に行ってたんですよ。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今日はこちら3名の漫才劇場メンバーにやってもらうんですが、なんと実はですね、今日は劇場以外のメンバーから、劇場以外のメンバー、はい、だからスペシャルゲストの方が映画スペシャルなんです。しかもスポーツ万能、運動神経抜群の来てくれております。スペシャルゲストはなんとこちらの方です。どうぞ。どうも、よろしくお願いします。ああ、ほんまや。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、舞台にも立ってない。違う、劇場メンバーじゃないやん。はい、そういうの竹林さん怒れへん。しないの、しないの。名前出さなくていいの。結構シビアやな。シビア、まあ、シビアね。ギリギリちゃうんすか。どうなんすか。僕らみたいな。こんだけ全部モザイクで運動神経がほんまに今いや、ちょっとほんまに自信あるからね。じゃあそれぐらい頑張ります。はい、お願いします。では早速いきたいと思います。はい、まず最初の種目は上体起こし。うわ、いわゆる腹筋ですね。はい、ちなみに前回僕も挑戦しまして、僕の記録は30回。すげえな。すげえ。これは今言われて怖いな。そうですね、はい、30はじゃあこれ得意ですよ。ハハ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 ハ。2万円になりました。モザイク。今の後でモザイク。いや、出してるよ。じゃあ、はい、まずじゃあ今井。あ、僕から。いきましょう。じゃあ今井の記録で出してもらって、はい、みんなで頑張ってこそうっていうのマイクで。もういいかもね。じゃあ今井君スタンバイ。わかりました。はい、本気でいきますよ、もうお笑い抜きで。肘を膝につけて1回ですから。はい、わかりました。それで記録目指してください。ほんまに早すぎて見えないかもしれないんで。はい、しっかり見えます。そんなにしっかり数えておいてください。楽しみやな。はい。じゃあよろしいですか、今井君。じゃあいきます。いきますよ。上体起こし、今井君30秒いきましょう。用意、スタート。早すぎるから。マジでいきます。用意、スタート。おお、みなちゃん持ってあげてね。はい、動かないように。あ、でも早いわ。めっちゃ早いと思う。この辺りからちょっときつくなっていくか。3、2、1、そこまで。はい、終了。さあ、記録出たでしょうか。さあ、記録は出ました。30回。うわ、超えれんかった。超えれんかった。
何がスペシャルゲストや途中なんかね、膝が肘にこうついてない時あったんで、まあ実際に言うと28あれマジで重なる重なる重なる、うわマジか、坊主がやってるのか坊主が止めてるのか少林寺少林寺からさあ、誰ですか、行きますか次、うん、あはい、じゃあ行かせてもらいます、メラちゃん、はい、お今交代で修行してるだけですあ、そっちの押さえ方、はい、これの方が強い、ね、めっちゃ安定してる、めっちゃ安定で、それで安定してるか、えおあ、いけそうです、これでいけね、僕やっとく、いけそうですってあ、いいやな、いけそうです、いけそうです、僕1がちょっと、もう一回確認しよう、もう一回確認しよう、ジョッキーしかしない、この辺ぐらい、もう一回確認しよう、オッケー、これでいい、いけそうです、いけそう、いけそう、はい、さあ、始まってないと思ってました、じゃあ、いくよ、30回目指します、メラちゃんの挑戦、用意スタート、お、いい、お、いいよ、安定してる、いい、うん、このままペースが落ちなければ、なんか変な声出てる、出るか、サーモン用、何これ、ラッピーガーで検温のやつ、残り5秒よくないそこでさあ、メラちゃんちょっと後半失速しましたら、記録言いますね、はい、16、うわさあ、では残りお二人、はい、どうしますか、ゆうさん先行きますか、そうですね、そうですね、お笑い的にはその方が分かりますこれでいいね、あんまりあんまりつかない方がいい、あんまりつかない方がいい、あんまりつかない方がいい、確認やから余裕だな、ほんまですか、では30秒間です。U.S. のチャレンジ、用意、スタート。そう、いいですよ。早い。このまま落ちずにいければ。残り10秒。早い早い早い。3、2、1、スタート。うわー。ここまで。今のは早かったんですか。疲れた。記録出ました。U.S. さん、31回。意味ないです。すごい。1位タイ記録出ました。素晴らしい記録出ました。素晴らしいやないか。さあでは、はい、しんべい。今、大取り。え、俺いけるか。え、大丈夫？メラちゃん。見てないわ。バーンって飛んでいく。膝につけてください、つかないですよ、絶対いやなんかもうシステム上降りそうです降りたためのようにつかなへんくてもよくにしよう、絶対つかなくてもよきにしてよ、一回浮きやってよ、いくで、はい、あーあーだそこでそこだ、もうじゃあ仰天ニュース見て特別ルールであの辺りまで行ったら1回しますわ、はい、では行きます、しんべヱ、30秒のチャレンジです。よーい、スタート。待って待って、バラけて持てる。ほんまに無理や。何これ、何これ。なんか30秒逆にならないけど。なんか打ち上げられた。そこまで。ちょっとおまけも含めの回数ですかね、今のはね。一応、しんべヱの記録、7回。というわけでございまして、第1種目上体起こしは優勝、吉田選手、ゆえさんです、一応ランク順にポイントが変わります、1位が4ポイント、2位が3ポイント、3位が2ポイント、4位が1ポイント、ポイントもらえるのよ、はい、一応ゼロだわで、合計のポイントを競いますので、はい、頑張ってください、はい、続いての種目は垂直跳び、うわこれは実は前回なかった競技で今回初めてなんですけども、まあ、両足を定位置に決めまして指に記録用のシールをはめた状態で準備します、初めの間でジャンプをしてできるだけ高く壁にシールを貼り付けてください、それの、まあ、距離で競うということです、はい、では大八さんから今からしてくれ、ここはもう記録出してほしい、うん、全部1位取れます、こっからこっからこっから、ね、まあそっちで呼ばれてるからな、はい、お笑いで呼ばれたと勘違いしましたお笑いで呼ばれて勘違いしてたらもっとなんか面白いこと言わなかったこいつ多分しばらく劇場じゃあ、はい、お前跳躍力はね、いや自信あります、ここでいい、ここ、はい、
大体ね、これの下のアースね、ズボーって天井に突き刺さって降りてこんくなったら下ろしてください、ちゃんと。お笑いとして、お笑いとして全然成り立ってない。成り立ってないよ。成り立ってない。笑かそうとしてる。ああ、私時間つらい。でいくよ。はい、垂直跳びいきましょう。お願いします。おお、すげえ、すげえ、すごい記録出たんちゃう。え、59。おお、すげえ。でもすごいわ、59センチ。どうなんやろ、微妙かもしれない。どういう切り方だろ。リメラで、あれ取れよ。お前があったよ。お前がちゃんちゃんってあったやつ。はい、じゃあ、はい、これじゃあ次は、じゃあメラ、じゃあいきます。いきます、いきます。メラちゃん垂直跳びお願いします。記録43。おお、やばい。平均太ったからやな。それもやな。さあ、では先僕行きましょうか。雄平さん飛びそうです。確かにね。で、しんべえ、はい。で、基準値切れますね。では行きましょう。垂直跳びです。お願いします。おお。お、意外意外だよ。思った以上には飛んでると。あれ、ミラちゃんも超えてる。記録 34.5。 全然負けてる。ジャの錯覚。錯覚ゆえさんですね。ゆえさん、はい、こうです。はい、30秒以内な。そんなないです。ゆえさんは背中にひっつくんで気をつけてください。お前だけやけや。では、つけたいよ。ゆえさん、垂直跳びいきましょう。お願いします。よいしょ。うわ、どうでしょう。低かったな。一番高い打点ではじゃなかったな。記録41。うわ、もう一回いきます。もう一回いきます。なんで知ってる感があったから。それで勝って嬉しいなよ。晴れてたって。いや、なんかジュッジュッジュッってなったよ、変な音なんだ。ああ、それでお前見てたよ。見てましたけど空気が。では、ゆうさん、改めてもう一度いきましょう。はい、では垂直跳びお願いします。あの、勝ちたい前に行きます。よいしょ。さっきより怖いけどやな。どうでしょう、記録 40.5。 下がってない。メラちゃんに負けて負けます。41とさせていただきます。さあ、というわけでございまして、垂直跳び結果発表。1位は今井来町。とんでもない記録出ましたね。59センチ。これなかなかちゃう。うん、もう勝てる気しなかったです。60いかんかったら悔しいですね。知らんけど。冷たいな。知らんよ。まあ、でもほんまに今後も誰も抜けないぐらいの記録出たかもしれない。というわけで、はい、ここの優勝は今井くんでした。